シャキ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 ごめん、当てれない。おぉ、飛んでった、飛んでった。当てれない。あごめん、当てれなかった。なんかすごいな。離れてるような見えて。あれ、違う。離れてないのか、うん、意外に。土砂投げてた。あー、そんなのあるの。飛び道具とか、そんなのあるか。動けんくなるもんな、どうしたら。全然もういけるか。必殺の。多分近く歩いてもこっちタゲ取ってるから大丈夫だと思う。自分の荷物回収して。全てヘッドショット。自分の体で遊んでる。違うって下ろして。あー違う。長押しか。なんか3、4中湧いたな。3、4中？あー、あそこにいる。まあそのうちだ。キッチン室が重要だわ。なんかまだキッチン？キッチン室。セメントね。うわ、残りねえし。三四中が来たぞ。どんどん。いやー、めっちゃ安定してるわ。どこだ？どこだ？おーしょ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 、行った。どれ？なんかここら辺歩いてたんだけど。あ、いた。叩きます。すでになってるし。よし、キッチン室。うどしんじゅ。皮が欲しいから。僕はもう布団のおまけみたいなもんだな。いやー、霜降り。よーし。ごちそうだ。お、黒さん先に焼いてて。俺、ファラサウロロプス迎えに行ってくる。ないよ。え？ああ、トリケラか。霜降り。あはは、焼けない。離れてるから。松明に届かない。なんていうかな、いや、ベリーも食べ放題だぞ、今。食べ放題だわ、ほんとに。あー、木が、あー、いいのか。持ってった。めちゃめちゃ肉できてるけどね。あー。23個あるわ。いや、充実してきたね。おー。木がちょっと、あれかなと思うけど。あ、どこ行った？ん？上陸。違った。いやー、違うのとか乗ってみてえな、そんなんなら。あ、俺も。俺いるっしょ、ここに。ほら、肉になれ。あ、つらそう。霜降り入らん。腐った肉があるから。ああ。ドロップして。ああ、もう全部回収してるっていうことか。なに、ん？恐竜で集めて。あ、そう。これね、3倍なんだわ。約。約3倍以上か。だからもう、すごい量だよ。恐竜で集めると。そう、恐竜。もう恐竜なしでは生きていけない。ふふ。ほんとにね。もう一匹欲しいね。まあ、トリケラって言ってもあるけど。黒真珠。
黒真珠、黒真珠も使うね。1個しかないけど、霜降りを、あ、なんだ、決まったんだ。まあ次捕まえるのは基本、基本っていうか鳥のやつなんだよ、使う。今振り役は、ベリーあ、キー集めないと。軍隊か。って言った。俺のだこれ、全部俺の。いいよー。エンクラブ。ミートパック。ヒエノドン。ヒエノドン。一回もまだ。インゴットもヒエンゴット。二十。絶対先の話だよね。ああ。まだ。木？木で精錬炉を作って。木がねえな、ここら辺は。売ったな。あれだわ、物作ってるから、湧き潰しってやつだな。あー、はいはい。スタックを分ける、半分にする。木材。もうそろそろここのやつも回収して、あの、あそこに全部入れて、あ、重たい。イカダにぶっ込む木材とか。うん。へー。重たい。お、堂々。306レベル。ああ、レジェンダリー。これ、湧いたよな。右か。多分湧いたよな、これ。よし。左がなんだ。左が岩とか。あーんと、キュチイシキュウ岩と。そう。右に。制作。石か。精錬炉作っても、皮は余るな。精錬炉。岩。石が全然足りねえな。石がとりあえず今、あ、撤収準備、撤収準備、いける、ビジュヒッピッケル、ピッケル、あー、どれ、あ、木材がなかった。一緒に殴って。よし。これが。すごい鳴き声。これ輸送用にも使える。アルゲン、あの約束の地に行ってアルゲンタビスっていうね、約束の地なんだ。約束の地、いや、俺が勝手に言ってるだけやから約束の地、そう、生肉めっちゃ持ってんな、37個あんな。いや、もったいねえ。これ、いや、腐らして麻酔薬に作るんだわ。あー、とりあえずしたら全部腐らす、1分で腐るから。これ、あれだ、全部、分けるで、スタックを分けるで、すべて分けるにしたら、もうみんな腐っちゃうから、
それで腐った肉。ああ、そういうことね。分けないと一個だけ。ん？そう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 、分けないと。あんまりし、必要がよくわからない。なんか、結構。全部、ああ、まあいいか。まあ肉はいっぱいあるからいいのか。そうだ。今んとこ。火打ち石。火打ち石作って。それ違う人です。土台もう一個か。土台作って。いや、もう一個だな。いやー、これ人数いたら。何人までできたっけ？いや、結構できるんじゃない？なんか、400人とか。いや、いや、それは違うわ。いや、400人。適当すぎるわ。適当すぎるわ。それはやばい。ちょっとデタラメだろ。適当すぎるわ、ちょっと。あれやっても落ちるよ、多分それ。重たい。あ、終わった。ティルーお。お、終わった。なんだったんだ。いや、いや、もう、普通の船じゃないな。5、4、3、2、1。ああ、いっぱいできた。全部腐り散らかしたわ。38個できたわ。いいね、俺もいっぱい作る。俺はこれどこに入れとく？ね、あのすり鉢のとこに入れてもらえる。あ、すり鉢、すり鉢ね。あの位置から変わってないよね。変わってないわ。あ、あれ、そういえば、いや、変わってないけど、あれだ、あれ拾えるんだわ。すり鉢に全部取って、肉も、あーでも焼いた肉3分で腐るのか。はーい。あー、完全にこれ自由に置けなくなったんだな。精錬炉とかすり鉢。よしよしよし。前作はもう自由に起きてたからね。すごかった。自由、自由だ。自由だ、ほんとに。自由。ねえ。ああ、金属よ、金属。あ、金属。金属も入れてかんと。金属ある？これ使えなくなった。金属は左側に。ちょっと精錬が始まりました。おー。ああ、これも精錬の中に突っ込んでる。金属はこんなか。精錬の中に突っ込んでる。そうすると何ができるんだ。これで金属の斧とツルハシ。装備一新だ。俺は作れない。いや、俺作ってよ。ああ。もう一黒さんも作らんといけないのか。レベルはね、19だ。ポイントはめちゃくちゃ余ってるけど。腐った肉をみんな、変換しとかないとな。ミートパック。ウッドベンチ、ウッドチェア、ウッドテープ、ウッドビリー。読めない。次か、あ、20になったらか。もうちょい。だ、おお、金属のインゴット。いいね。まあ、作業台作らんといけんから、作業台のために5個は先に取っとかんだよな。おお、拾える。すげえな。変わったね。前だったらぶっ壊さんといけんかった。
腐った肉すごい。で、ナルコもいっぱい手に入ってるから、いいね。ナルコ、スリーパッチ、スリーパッチ。欲しかなかった。クロさんのレベルは、いや、俺の方を先に上げた方がいいかな。えいっ、えいっ、よし。いやー、体力こいつ全然上がらんわ。腹減った時は、ベリー鬼食いいいかもな、もう。で、ヤバそうなやつは先に投げとくと。全部食ってよし。種も投げてるもん。種今使わんわ。全部食べてよし。メジョベリー。人参の種。人参かぁ。あ、食っちゃった。種食って。種食って。人参種あったっけ？あるのか？いや、まあ、ないと増えていかんよね。おぉ。おぉ、おぉ。よし、原油拾ってくるかな？原油あるよ。7個しかないけど。原油。あそこに。原油は、イカだ。イカだーだね。あー、イカだ。まあ、青年炉でも突っ込んでいいわ。あー、はい、ガソリンになるから。でも今ガソリン作ってもねーっていう。ガソリンができるのか。とりあえず青年炉に。これ以上後ろ、つけれんな。動いて、あー、びっしょ。ちょっと待って、向こうのやつ先に回収するか。レベル、20。スタミナ。レベル20になると、おぉ、金属のピッケル、作業台、精錬炉、金属の斧、サドル、エクース用のサドル。エクースが何かわからん。エクース、馬みたいな。見たことないか。鉄かぁ、ついに。進歩してるなぁ。タスク進歩してる。タスク、あっちもクリアしてないけど。息子探す前に。あ、もう無理だわ、息子。探す前。あ、黒さんこれ、履いた方がいいかもね。収納ボックスを回収して。で、収納ボックスを、うわ、うるさいやついる、うるさいやついる。このボックスに、これ、石のものはないな。なく、ん？作業台。鉄のものは出てこないんだな。解放したような気がしたけど。間違った。鉄ボックス。繊維か？ちょっと待って、天井つかんといけ。ここに。あ、制作。ちょっと待って、精錬。重くなってきた。石のもの？川。制作の欄に出てこないの？死ぬの？ああ。鉄の斧。鉄の斧。ああ、あれ、作業台だから。ああ、そういう、また別問題ってあるんですか。ああ、作業台か。で、いや、今、作業台作る。ああ、高度なアイテム。ああ、書いてあった。なるほどね。ここに作業台を置いとく、隣に。うわお、そういうことか。なんか変な音した。ハサミ、麻酔矢。おぉ、やっと麻酔矢が作れるわ。キャンバス。この麻酔矢作れた方がいいのか。あー、おぉ、来た。あ、麻酔矢は使うね。
ピッケルだ。ピッケルが先だ。麻酔薬。麻酔薬。黒さん用にもピッケル1個。はい。ゲット。ピッケル。うん。だけど、石のピッケルも一応持っとくといい。金属のピッケル。うん？ああ。あ、これもらっていいの？うん、それもらっていい。もらった。川がね。川？ああ。川。あるある。川、どこに入れるか。ここに入れとくわ。ああ、作業台に入れとけばいいな。あ、ああ。まあいいよ。うん、ここに67。入れといて。あ、水。水の7。ちょっと、資源が枯渇してきたな。金属かついに。こんなんだ、なんだ。ん？俺がどうだってかわからん。クロスさん、ピッケル持ってるから、うん、石やって、俺木集めるか。オッケー。金属使ったからってなんか取れるもん変わるわけじゃないでしょ。耐久力変わるわけじゃないけど、一度に取れる量が増えるし、耐久力も、やっぱりそれが上がる。あー、そういうことか。ほんと？ 40。おー、バグってるバグってる。早いわな。死体から生肉を効率的に対比できる金属。岩から火打ちし、火から罠。必要だわって人手が足りないよ。あ、これ一人でやってたからね。いや、辛いわ。虫か。なんだあの虫。あ、近づかん方がいいわ。あ、変なやつは。よし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 、上陸用。ああ、バカ野郎だ。いや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 。どこどこどこ？ああ、鳥か。ああ。ああ、壊れた。金属使うのもったいないから、石で作ってる。痛い。よし。ばっかやろうめ。ぶん殴られた。よし、ありがとう。皮取れた。あ、違う、こっちだね。入れていくね。あれ？あー、キッチンじゃない。22レベル。パラシュート。ワイヤートラック。あら、アイディックトゥーヘイ。大座。とりあえずは、イギバーアーツ。
あ、間違った。ドロップしちゃった。どこ行った？あれ？精錬炉？ガソリン？あ、川もないとダメか。川。川。黒さんもこれで斧装備だな。よっしゃー。いや全然耐久力違うわ。 40？ でも同じ40でも違うのか。ああ、スナッタにフィッコか。オプション？この資源を枯渇した。動かない。鳥が入ってきたんだな。本当はね、金属鉱石の塊があるならそこ行きたいんだけど。ここでは我慢するしかないわ。変なとこ行ったらすぐ死ぬもん。レベル、ダメだ。何が作れるんだ？毛皮か。ついに。あ、行代。あ、行代。パドル、プロコップ、トートン。恐竜に詳しくないからね。もうわからない。この何々って言われてもわかんないんだよ。さっぱりだよね。のメインのさ、ティラノとかさ、そういうのはわかるけどさ、細かいのはわからないわ。さすがに。よし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 。まあここでもいいな。木材はパララにでも、パラさんだな。パラさんにも乗っけて、一気に運ぶと。よし。空腹だ。アマルベリー、一気食い。おぉ、メジョベリーかこれ。違うな。なんだこれ、新しいやつかな。あ、おほほ、乗りながら。いや、無理だった。
きちんと運ぶ。アラーム設定か。追従。ああ、松明か。松明、うん、松明じゃねえ、なんだっけ。ああ、かがり火？かがり火、うーん、なんだっけ。まあ、焚き火か。焚き火、うん。目に肉残って。松明、これ、サドルの後ろにね、つけることできるかな。木を回収しながら、パラウロプスに乗っかる。タイロロプス、タイロプス。で、これ、あれさ、フレンドリーファイヤー入れたまんまだと、こう振り回してで、ね、やってたよ。恐竜そのまま、ブシュッ。あ、ボーン。あ。もうやめようかなって。お、なくなるか。よし、もう満タンだ、こいつ。で、これも。どうぞ。まだ。まだや。306レベル。修理してからか。野生メス道道。収納ボックス。お、消滅するまで。え？なんだあれ。所有者収納ボックスって。すり鉢とすりこぎね。これも、そろそろ移動させるか。その前にあれか。これを、土台、木材、土台、木材、土台、これは後だな。また動き早いな。ついじゃん。ついじゃん。